こんにちは。オンラインレッスン教室コンサルタントのボンドラ高橋若菜です。今日も YouTube 動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、実績がない先生のためのお話をしたいと思います。私実績がないから、どうしよう、そしてね、これからオンラインレッスンで生徒募集していきたい、オンラインレッスンでの実績が欲しいというね、先生に対してお話ししたいと思います。これからね始められる先生っていうのは、体験レッスンに生徒さんに受けてもらったりとか、あとはねモニター募集したりとかっていうふうにね、される方が多いと思うんですけれども、ここでね、体験レッスンまで、受けてくれたんだけれども入会してくれなかったっていうふうなこともありえるわけなんですよね。でそうすると実績作らないとってやっぱり焦る思いがね強くなると思うんですけれども、でまずね、体験レッスンに来てもらった、オンラインレッスンを受けてもらった、この方にですね、アンケートを取るっていうことはすごく大切なことになってきます。でこの体験レッスンでもモニターでも、先生のねレッスンをオンラインレッスンで受けてくれた人、この方にですねお声をいただいておく、このお声が先生の初めの大切な、実績になるんですね。でこのお声がもとにですねまた新しい生徒さんが、聞いてくれることにもなります。でこのアンケートなんですけれども、これもね取り方があってで、よくねあるちょっと NG な取り方なんですけれども、勉強熱心な先生が多いので、厳しいねお言葉もいただけたら、もっとね改善できるしもっと、自分は良くなれるんじゃないかっていうね、先生も多いんですよね。本当にその気持ちってすごく大切だし、素晴らしいんですけれども、このようなねアンケートの取り方はやめてください。何かと言いますと、お気づきの点がありましたらご遠慮なくお書きくださいっていうちょっとこの質問はですね、先生ポジションを崩しやすいちょっとアンケートの取り方だし、あんまりいいことが書けなさそうな、ことですよね。でなのでこういう取り方は、お店とかでね、見たりするんですけれども、最初のね実績を作りたい先生は、この初めのアンケートには書かないでください。でどんなことをね、聞くのかっていうと、その生徒さんがオンラインレッスンを受けたいと思ったきっかけとか理由、そしてオンラインレッスンを受けてみての感想、そして、先生の印象ですね。先生の印象で、あとはどんな方にねオンラインレッスン、先生のレッスンをおすすめしたいですかっていうことをね、ぜひ聞いてください。でこのやっぱりお声の中で、お声をとにかく集めていくんですね。で集めていって、すごくやっぱりいい言葉をくださるお客さん、生徒さんっていると思うんですよ。本当に素晴らしい先生でっていうね、本当にとっておきの言葉で、書いてくれる方も中にはいると思うんですね。でそこだけですね、選んでSNS 投稿、ブログ、ホームページまたはランディングページの方にですね、載せてください。でそれを見た人が、また先生のこんなに素晴らしい先生なんだ、こんな素敵な先生なんだ、こういうレッスンなんだっていうことでですね、この先生にじゃあちょっと体験レッスン行ってみようかな、受けてみたいなっていう人が、さらに増えるわけなんですよね。なので、実績がなくて焦っているっていう先生はですね、まず、1人目の生徒さんが来ましたら、絶対にアンケートを取ることを忘れないでください。このアンケートでもらえたお声がですね、先生の初めの、実績になるわけなんです。はい、では今日の YouTube 動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。もし何か気づき、役立つなと思った方はですね、ぜひいいねボタンの方を押してください。そしてこちらの YouTube チャンネル登録もお願いします。今ですね、下の概要欄のリンクから、3本の動画をメルマガに登録するとプレゼントさせていただきます。そして LINE のお友達追加でもオンラインレッスンに役立つプレゼントをご用意しておりますので、ぜひご登録ください。では皆さん、素敵な一日をお過ごしください。